それでは今語り伝えたいこととしてご自身の被爆体験をお話しいただきたいと思います。語り手は三鷹市原爆被害者の会富岡雅代様です。では富岡様、よろしくお願いいたします。私は三鷹市群れここですね。私は三鷹市群れにおります富岡と申します。よろしくお願いいたします。あの日私が見たこと、私は昭和20年8月9日、原爆が落とされた長崎市から約20キロ離れた諫早市にいました。15歳でした。大村市にあった海軍の飛行機工場設計課で、飛行機工場工員養成所に入って、機械科、設計科で実習生として働いていました。空襲で被害を受けて設計課は諫早市の郊外に疎開しておりましたので、寄宿舎も諫早市内に移っていました。原爆投下の日8月9日午前11時2分一瞬パッと光りました。思わず机の下へ入りました。すぐ総員退避の命令で防空壕へ走りました。防空壕の入り口近くでずしーんと衝撃がありました。遠いところだけどものすごく強いと感じました。私たちは何もわからないまま夕方寄宿舎へ帰る途中、町の人たちがみんな長崎にものすごく大きな爆弾が落ちて浦上方面は全滅と話していました。でも寄り道したり詳しく話を聞いたりはできませんので、寄宿舎へ帰っても社官の先生から発表があったこと以外は話してはいけない、そういうご時世でしたから、夜消灯になってからあっちこっちの部屋へ集まって違う方角から帰ってきた人たちの話もつなぎ合わせて、長崎にものすごく大きな爆弾が落ちて浦上方面は全滅、大勢の負傷者が運び込まれて学校はみんな臨時の救護所になったということが分かりました。翌日工場から帰ってから学校を見に行かせてくださいと言いに行きました。行ってもいいと許可は出ました。でも門限の9時は絶対守るようにと、寄宿舎から一番近いのが諫早中学、諫早商業、まず中学校へ行きました。教室はどこもみんなあふれんばっかり、何も敷いてない床に人と人と重なり合うほど大勢の人が、それがみんなほとんど裸に近い状態で、着ているものは焼けたりちぎれたり、やけども怪我もむき出しのままで、みんなもう大変な苦しみようでした。救護隊が行った時、すでに間に合わなかった人はそのまま残して、その時生きていた人だけ連れてきたということでした。でも連れてこられただけで治療は何も受けてないような、何しろあの当時は医者も看護婦も人手不足、薬品も包帯ガーゼ何もかも欠乏状態、そこへ一度にあの大勢の人ですから、何もかも間に合うことではなかったと思います。教室の入り口に名前が貼り出してありました。名前と歳と住所と、でも聞かれても答えられない重症の人は男40歳ぐらい、名前も住所も不詳、女30歳ぐらい、
そういう書き方で名前も住所もわからない人も随分たくさんありました。大勢の人が見に来てました。みんな廊下から窓越しに探しているのですが、誰がどこへ連れて行かれたかわからないで探しているのですから、見つかったという様子はありませんでした。私も着替え 2,3 枚はいつも持ち歩いていますから、心当たりの人がいたらこれを着せかけてあげようと思って探しましたが、そういう人には会いませんでした。教室を2つぐらいしか見る時間がないのです。門限の9時は絶対に守らなければ。それで毎晩見て回りました。はじめはあんなに人と人と重なり合うほど大勢だったのが、日が経つにつれて人数が減っていきました。毎朝毎朝どこまで続いているかわからないたくさんの単価が出ていきました。亡くなった方を運び出しているということでした。みんな目も見えないくらい腫れて腫れて大変な苦しみでした。ほとんど意識もないようなお母さんが子供をどうにかして自分の下へかばおうとするような、その子はもうぐったりして泣き声もないのです。もう死んでいたのではないかと思います。それを何とかして自分の下へかばおうとする、お母さんはもうぐったりして全然動かないのに、子供はお母さんの上を這い回ってお乳を探している。それが親も子も周りもみんな傷のない人はいないのですから、これこそ地獄、なんと痛ましい、こんなに残酷な、言葉にすればそうですけど、その時はまだまだそんな言葉ではまだまだとっても言い足りない、なんとも言葉にならないありさまでした。3日4日経つうちに傷はどんどん悪くなって、みんな化膿して海の中にウジがいっぱい、その匂いとそのうめき声と、少しでも自分で動ける人はその中にいたたまれなくて外へ出ていました。運動場の隅に彪竹灯が何本もあって、みんなその木の下に座って自分の傷からウジを取って捨てていました。そんなことで15日までは工場へ行きました。お昼にラジオの放送があって、私たちが一番下級生ですから一番外側にいて、放送はよく分かりませんでした。戦争は終わったと聞かされました。夕方宿舎へ帰ったら家へ帰る準備をするようにと言われました。でも証明がないと汽車に乗れないのです。鹿児島とか遠いところの人に先に証明が出ました。一日一日人数が減って、長崎へ帰る私たちが一番最後になりました。19日の朝駅に行ったら、汽車にはもう大勢の人が乗っていて、一人ではとても乗り込めない。窓から引きずり込んでもらって乗ることができました。壁もどこでも負傷者を運んだ血がついたままでした。汽車は長崎の道の尾までしか行かないと、みんなそこで降ろされました。地理もよくわかりませんので、みんなについてどんどん歩きました。かなり歩いてから、ここからここ町だったんだなと思うところ、見渡す限り焼け跡、瓦礫の山、コンクリートとかレンガ造りの崩れたのがポツポツっとあるだけで、あの広い広いところが見渡す限り燃えるものはみんな燃えて、瓦や石がゴロゴロ、道も焼け跡を人が歩いて固まった、一人か二人がやっと歩ける幅で、周りはまだくすぶって煙が立っていました。カンカン照りの暑い日でしたから、
もう戦争は終わったからと袖もたくし上げて、ズボンももんぺも膝まで上げて、放射能なんて全然知らないから、そんなむき出しのままでみんなそこを歩きました。広い広いところに線路が無数にあって、そこが長崎駅でした。貨車が何両かつながって、その中に馬が6頭ずつつながれたまま焼け死んでいました。暑いし日が経っているし、もう何とも言えない変わり果てた姿でした。こんなになって馬もかわいそうにと思いました。でも人の遺体は見ませんでした。馬はまだそこまでは手が回らなかったんだと思います。電車が骨組みだけ今にも崩れそうに立っていました。駅から電車の線路使いに行くと、大はとそこら辺まで来てからやっと人心地がつきました。もう暗くなっていました。私の町の隣組の中に勉強のことで話したりする1年下の男の子がいました。中学2年は建物疎開の作業でしたから、建物疎開というのは炎症を食い止めるために町の中に空き地を作るということで、命令で強制的に立ち退かされてその家を取り壊す、そういう作業でしたから、きっとやけどしているだろうな、苦しんでいるだろうなとずっと思っていました。私が帰った時その子はもう亡くなって、お葬式も済んでいました。そこのうちは母たちが兄弟のように親しくしていましたので、私もお参りに行きました。おじさんの話では、その日のうちに探しに行こうと思ったけど、町はものすごく燃えていて探しに行けなかった。翌朝から防空壕を名前を呼びながら探して回ったけど、夜になっても見つからなくて、次の日昼ごろ防空壕に向かって名前を呼んだら、奥の方でうーんと言ったような、聞こえたような気がしたから、中へ入ってみたら、入り口の近い人たちはもうみんな死んでいて、奥の方へ行きかけたら、おじさんの足にしがみついてきたから、ろうそくの明かりで見たら背中中焼けただれて、おじさんは背中に乗せて、帯も持っていたけど帯もかけられなくて、ずり落ちないようにずり落ちないように夜通し歩いて家に着いてから、もう家に帰ってきたよ、お母さんもここにいるよと言ったら、うーんとうなずいて思いをひとさじは飲んだそうです。でもそれで亡くなったそうです。おじさんは見つけることができてよかった、うちへ帰ってきたことが分かって親の手を握ったまま死んだから、あの子は本当に運が良かったと言われました。親が子供を亡くしてそんなに苦しんで死んだのに、あの子は本当に運が良かった、言える言葉ではないでしょう。それは戦争だからです。キョウチクトウの花は綺麗な花です。でも私はキョウチクトウを見ると、その下に座って自分の傷から蛆を取って捨てている姿が見えるのです。これは私が生きている限り私の中から消えることはないと思います。あれから68年、あの当時はバスもなくて1時間でも2時間でも歩くのが当たり前、食料も生活物資も欠乏状態、戦争中は報道も規制されて被害は小さく負けたことは言わない、今のようにリアルタイムで何でもパッと伝わることではなかったのです。今の日常からは到底想像することすらできないような大変な時代でした。
何もかも大きく変わって平和で便利な世の中になりました。今憲法を変えるとか軍備を持つ方がいいとかそんなことは絶対反対です。あの時を見てきた者として戦争も核も決して許すことはできない、心からそう思っております。お聞きいただきましてありがとうございました。貴重なお話をありがとうございました。次の舞台準備のためしばらくお時間をいただきます。